はい、カンボジアマスです。慶義塾大学の小田島です。今日撮影ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかいいランダ対決だったね。はい、もう途中もう途中もう打ち負けましたね。いやいやいや、そのまま打ち勝ちました。負けました。いやいやいや、そんなことはないけど、まあ、何本かね、いい球がありました。はい、それで今回は、はい、小田島選手を使っている、はい、まあ、ラケット紹介と、その小田島選手からこうラケット選びのポイントとかを教えてほしいなと思います。はい、早速、小田島選手を使っているラケットについて教えてもらっていいですか。はいはい、まあ、僕の使ってるラケットはこの真っ黒い謎の溝のね、謎の黒ラケット、はい、なんですけど、食いついてくれてこう振り切った時にこう自然にドライブがかかってくれるので、こうアウトかなと思ったボールも最後こう落ちてくれて入るっていうのが結構あります。で、ガットはゴーセンさんのものを使っていて28ポンドで貼っています。ガットはゴーセンの何？ X5S ですね。最近 X5S よく聞く。はい、昔から。そうです、安藤優作さんの。ああ、全く違うじゃん。そうです、真似をしました。高校の時に安藤さんが X5S を使ってるというのを聞いて、うんうん、X5S を試して使ってみたら結構良くて、それからずっと X5S を使ってます。グリップはガチグリを使ってます。ああ、もう完全に優作と一緒じゃん。あ、本当ですか。でガチグリすごいいいですよね。ガチグリ、俺もね、ガチグリ使ってるけど、はい、でも手汗かく人にとってはかなりいいよね。そうですね、はい。なんかちょっとこうウェットになってくるとより握りやすくなるというか。はい、そうですね。で、持ちもすごい長くて。あ、それあるよね。はい、本当になんか長く使えるよね。はい、ぜひね、ガチグリもね、使ったことない人いたら使ってみてください。はい、これラケットをこう選ぶときにどういうところに気をつけて選んでるんですか。そうですね、僕がラケットを選ぶときは自分がこう振り切ったときに、うん、回転数だったり、うん、ボールが地面についてからどれくらい伸びるかっていうところも少し考えながら使っています。あ、そこまで考えてるんだ。やっぱりこう振り切って僕の感覚では振り切れた方がいいので、うん、そしてやっぱり軽めのラケットを使っています、うんうんうん、ね、はい、ヘッドヘビーってよりかは、まあ、ノーマルタイプかヘッドライトで先が軽いものを。そうなんや。高校の時は本当に先の軽いものを使ってました。そうなんや。なんかこうやって言うとどっちかというとヘッドが重くて、はい、前衛はね、グリップ重心でみたいな感じがあるけど、はい、そうじゃないんだね、はい、ヘッド軽めなんだ、はい、へえ。これはノーマルタイプですね、うん、でちょっと前までは、はい、ヘッドライトよりのものを使ってた。やっぱ今は中高生の子とかは割とデザインで選んでしまう子が多いって話を聞くんですけど、中高生に対してはこうどういうアドバイスをしますか。こうラケット選び、こういうふうにやるとまあより自分に合ったものを選べるよみたいなものがあれば。はい、そうですね、やっぱり上級者向け中級者向けっていうものがやっぱりあると思うんですけど、やっぱり自分のまだこうコントロールがつかないうちに上級者向けってなってしまうと、そのこうスポットが上級者向けの方がこう小さく設計されていると思うので、やっぱりこうまだちゃんと真ん中に当てられないよっていう子とかは中級者向けを使ってみていいかなと思います。で、あとはまあ僕は後衛なので、後衛の子にアドバイスをするとなると、自分がこうボールをこうバンって強いボール打った時にこう自分がこう想像したところにボールが飛んでいくっていうラケットを、うんうんうん、やっぱり僕だと違うラケットを使うと打った時に思ったより飛んじゃってる時もあれば、硬いラケットだとボールが飛ばないっていう感じる時もあるんですよね。違う人のラケットを使った時にちょっとした違和感がやっぱりあるので、まあそれはずっと長く使ってるからかもしれないですけど、やっぱりこう自分のこう打ったイメージと打ったボールがこうのそのイメージの差がこう少ないのをなるべく使った方がいいかなと思います。うん、ね、これは多分なかなかその中高生のことで考えてることも、ね、少ないと思うんで、まあ、ぜひそこまでこだわって選んでほしいなと思います。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。